目のガチャ。アブダビ華やかって思ってるやつアホ。いやいや、華やかじゃないですか。もうマリーナがあって、パリピがいっぱいいて。マリーナの外は？マリーナの外って、どういうこと？海。ワン。マリーナはまあ人工的に作られてますけど、うん、はいはいはい、それ以外のところは正直何もないですよ。ああ、まあ確かに砂漠ですよ。ボンドで固めた砂漠も言うほどないですよ。あれそうだったっけ。あの島自体がかなり人工的な島なんで。あれ島だったっけ。アブダビの街も、うん、まあ言うほど華やかさはそんなないんですよね、うん、ドバイは結構ね、あの、うん、細長いタワーがいっぱい立つりしますけど、アブダビはね本当に中心部ちょろちょろっとあるだけで、うん、全然なんかないんですよ。あ、そう。食べるとこもほとんどないんですよね。何なんでしょうねっていうぐらいびっくりするんですけど、うん、まあまあそんなことはいいですね。サーキットはすごい華やかですし、うん、まあ、結構あのヨーロッパからそういうちょっとリゾート的な感じでね、うん、まあ、もうすでにこの時期ヨーロッパくっそ寒いですから、うん、ヨーロッパの方いっぱいいらっしゃるんですよね。暖かいね、アブダビにリゾート気分で、まあ、たくさんいらっしゃるというね、うん、感じですね。まあ、そんなアブダビグランプリですが、うん、先週のねラスベガスグランプリすごかったですね。そうだね、まさかあんなところでね、あんなところで急に噴水上がるとはね、まさかね、まさか、うん、まあやっぱり寒さでね、あのストレートであれが起きちゃうなんてのはちょっとね、まさかね、うん、大丈夫って言ってたろうね。いや、まあまあ、うん、あれぐらい予想してましたけどね、うん、まさかハースがダブル入賞とはね、うん、まあね、もう優勝もあの方でしたしね、もう本当に、うん、まさかタッペンでもやっちゃうんですねみたいな。そうですね。ということで、まあ、答え合わせはね、あの各自やっていただいて、うん、そうですね、で各自であの太郎のとえぐいてって言っていただければいいかなと思いますね、うん、はい、というわけでアブダビ予想、はい、いよいよ最終戦、長かったシーズンもようやく終わりますね。長かったですかね。なんかあっという間でしたね、うん、23戦と言いながら、うん、あっという間でしたね。タノさんなんかもうおじいさんだから、もうあっという間度合いがね全然違うんですよ、ヤングと、うん、え、もう今年も終わり、え、また俺一つ年取るのやべえみたいな。どんどん早くなってもうどんどん早くなってから、俺あと何回 F1 見れるんだろうみたいな、もうそんなモードですよ、うん、本当に本当に、まあ、あのたくさん見ていただいて、はい、まあ、1レースがじゃあ1シーズンのレース数増えてますから、たくさん見れますよ、まだまだ。ちょっとね、最近あの終盤戦変なレースばっかりだったんで、はいはいはい、もうなんかアブダビが前は結構特殊なレースな感じしてたけど、今となってアブダビっていうとちょっとホッとするっていうね、ようやく普通のレース見れるわみたいな、まあ、そんな感じすらありますけど、うん、まあ、2009年からやってるアブダビグランプリですけども、長いですね、はいはい、まあ2021年にサーキット改修されまして、あ、はいはい、昔はちょっとねくねくね感強かったんですけど、うん、まあ、割とこうゆったりしたコーナーが増えて、うん、まあ、今の車に合ったコーナーになったということで、うん、まあ、割とだからストレートが2本長くてトータルすると 1.3 キロぐらいあるんですけど、うん、まあ、結構長いんじゃ長いんですけど、まあ、それ以外のところが昔は低速コーナーばっかりだったのが、今は結構中速、中低速、中高速が増えてきてるんで、うん、割とこうバランスのある種いいサーキット、ちょっと高速は少ないけど、はいはい、まあ、でもある程度バランスがいいサーキットっていう感じになってきてますね、はい、なので、まあそういう車が求められるんじゃないかなという感じで、うん、まあ、先ほど申し上げた通りアブダビの街自体は正直そんなに楽しむところがないじゃない、まあ、アブダビ政府としてはその観光とかのイメージアップのためにやってるんで、うん、まあ、ああいうね、あのサーキットの中のダブルホテルとか、うん、ああい こうキラキラ感、あの安マリーナとかね、うん、あの辺とかのキラキラ感で、まあ、確かにああいうのはちょっとあるんですけど、うん、他のちょこちょこいろんなところにあるんですけど、うん、まあ、ちょっと人工的ですよね、かなりね、フェラーリワールドとかにしても、はいはいはい、まあ、ワーナーブラザーズスタジオかなんかありますし、それ以外のなんか、うん、こういうのちょっと見どころだよねみたいなのがあんまりないっちゃないっていう、うん、だから僕はその辺がいまいちこうピンとこないんですけどね。なんかまあもともと何もないところにバンバンと立てちゃってるから、ね、まあ、なんかまだ歴史が浅いから余計にそうなっちゃうよね。まあ、40数年ですか、国ができてから、はいはいはい、なんか文化感が足らないってことだろう。文化感足らないって言うとだいぶ怒られそうな気もしますけど、うん、そのね、アラブ民族の文化感はあるにはあるんですけど、うんうん、太郎さんだからあのフムスとか好きじゃないですか。ああ、まあまあ食べ物ね。フムスしかないけど、うん、でほら、あの太郎さん行った時もアブダビの街には泊まってないから、そうですね、街知らない
あれドバイに泊まったんだっけ。ドバイ、ね、ドバイからバーって高速走ってきてずっと、うん、道ですよ。道の周り何もないから真っ直ぐの道ね。そう7車線ぐらいの道、肩が6車線7車線あるような、これ俺どっち車線走ってるみたいな、広すぎちゃってね、どこでもいいっすよみたいな。そう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 、もう快適に走ってバーッと走って最後なんか、うん、ずっと降りたら、あれサーキットみたいな。どういうことみたいな。そんな感じのアブダビですね、うん、UAE、はいはい、というわけでじゃあ優勝予想いきますか。いきますか、今季最後の優勝予想、最後のね、最後のやっぱりあれかな。おー、ついに来たか、重なってるぞ。ノリノリですということで、おめくらない、うん、ちょっとめくろうかどうか悩んだんですけど、まあまあまあ一応ね、サーキット特性的には、はい、先ほど申し上げた通りストレートも長いし、うん、コーナーも、まあ、低速中速高速あるし、うん、まあ、車の総合力が求められるっていうね、ところで言うと、まあ、去年なんかで言うと、まあ、レッドブルもちろん速かったんですけど、うん、去年のレッドブルってストレートと低速コーナーが速くてポール取ってるんですね、優勝もしてるんですね、うん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 、今年で言うとストレートが速くて低速コーナーが速いはフェラーリなんですよ。予選はフェラーリが来る、ここもフェラーリ来ると思うんですよね、毎度のやつで、ここ最近の定番ですね、はい、予選はフェラーリと決勝はやっぱりここはそのリアタイヤが厳しくなってくるんで、はい、オーバーヒートするんで、それを抑えられるセットアップにしないとダメなわけですよ、うんうんうん、それで速いかどうかっていうと、まあ、やっぱりちょっとフェラーリは厳しいかなっていうね、うん、でまあその車のね、総合力っていうところで言うとやっぱり、レッドブルということで、うん、まあ、優勝するっていうとやっぱり、マックス一択なんかなっていうね、どこになってきちゃいますよね、まあ、まあでもしょうがないよね、まあ、ちょこだ、いいとこに行くと思うんですよね、うん、いいとこに行くと思うんですけど、うん、基本全てにおいてレッドブルの方が若干上っていうね、うん、いい、かなりいいとこに来てるんだけど、まだ若干レッドブルが上っていう、ここに関してはマクラーレンが上だようがあんまりないんで、うん、そこはなかなかね、ちょっとね、ちょっとずつちょっとずつ全部がレッドブルの方がいいから、うん、結局ちょっとの差なんだけどやっぱりレッドブルがいいっていうね、はい、ノリス選手も、ね、集団からは飛び出てるんですけどね、そうですね、まあ、車がこっちが飛び出てるね、飛び出すぎちゃってるわね、こっちがね、まあ、1台だっけなんですけどね。ということで、まあ、ちょっとしょうがないかな。しょうがないかな。まあ、最終戦なんでね、ちょっと、ね、いい形で終わって、大体ほら、この最終戦で勝った人が、次の年結構行くっていうのがあるから、うん、最終戦ノリスが勝ったりなんかすると、そのままの勢いでね、まあ、チームもそうだし、ノリスもそうだし、来年このままドーンって行くっていう可能性もないこともないこともないこともないんですけど、まあ、それ自体がまずないかなっていう。最後だからセーフティーカー出るしかないってことね。でもまあワンストップなんでね、基本的には。ワンストップ、まあおそらくミディアムハードのワンストップなんで、タイヤ的には、うん。ソフトが予選専用になっちゃうから。はいはいはい、って考えると、仮にセーフティーカー出たとしても、その出るってことすらもうレッドブルはコントロールというか、はい、戦略に組み込んで、出てもいいように、要するにライバルが入るまでは入らないっていう、はいはいはい、そしたら自分が先に入ってセーフティーが出たらライバルそこで入られちゃったら、そういうこと、ね、終わっちゃうんで負けるけど、うんうん、そうならないために、うん、ライバルが入るまでは自分たち入らない、うん、でそれができるだけタイヤマネジメントできるんでこの車、なるほど、だからまあ正直その辺も不確定要素まで含めてちょっとコントロールしちゃえる、うん、まあ、マシンとドライバーの腕という感じなんで、まあ、正直ちょっと勝ち目はないかな、この人たち以外は。手に負えないってことですね。はい。というわけで、最終戦、はい、つっくんさんの、はい、そう、いただきます。早いですからね。最終戦のつっくん様、優秀の順位ってことはねえだろ。まさかね。つっくんさん、さあ、一桁。やっぱり順位。そりゃないですよ。もう今手がつけられない速さですよ。手はまあついてるんで、まあ、ね、早くなってきてますけど、車はね、うんうん、だいぶ良くなってきてるんですけど、うん、まあ、アブダビはどうしてもこうコーナーがそれなりにありつつストレート長いんで、うん、そうってことはやっぱダウンホースを削ってどうのっていうわけにはいかないじゃないですか。
うんうん、ある程度つけざるを得ない、うんうん、そうなるとストレートちょっと遅くなるじゃないですか、うん、アルファターリはちょっとやっぱりドラッグまだちょっと他の車より大きいんで、うん、そうなると、まあ、ストレートが遅いよっていう車にするのか、それとも、まあ、ストレート速くしてコーナーちょっと厳しいねって車にするのか、うん、まあ、2択を迫られるんで、まあ、ちょっと厳しいかなと、まあ、実力で言うとだからトップ10はちょっと難しいかな。ああ、トップ5チーム6台プラス、まあ、アルピーヌとか来ちゃうかなっていう感じが、うん、アルピーヌ来ちゃう、はい、ってことは12台前にいるわけじゃないですか、うん、まあ、なのでそこをなんとかちょっとね鶴田くん頑張っていただいて、うん、まあ、あの一応アルファタリ的には2021年はね良かったですから、うん、鶴田くんも実はあの時予選8位で決勝4位ですから自己最高ですから、あ、はいはいはい、あそうだったね、そうそうそう、最後みんな驚いたんだよね、そうそう、リザルドラあの時だから予選も、うん、初年度で初めてガスリー上回って、うん、まあ、去年も予選12位っていうのこれガスリーよりも上なんでね、うん、だからまあ角田くん自身としてはかなり得意意識はある、アブダビは。ああそうなんだ、まあ、F1 でそのテストも、ね、走ってるんで、うん、走行距離多いっていうのもありますし、だからまあちょっと実力、車の実力としては10位以内というのは結構簡単じゃないと思うんですけど、うん、まあ、角田くん自身が頑張るっていうことと、あとはちょっと波乱もねなんやかんやあったりするんで最終戦は、うんうんうん、まあ、そこをうまく切り抜けて生き残ってなんとかポイント取っていただきたいなと。2点足りなくてランキング7位いけませんでしたとかってなっちゃうと、うん、やっぱりあのメキシコで角田がやらかさなければ7位いけたのにって言われちゃうんで、うん、なんとかそこはね少なくとも2点差以内に入って角田のせいで7位取れなかったわけじゃないっていうね、うん、そのなんとかそのウィリアムズは逆転して7位取ってほしいなと思いますけどね、うんうんうん、まあ、そんな悔いのないレースをしていただきたいなと。なるほど、はい、それでは、トロさんは入賞権、角田予想ではないですよ、はい、入賞権マイル書くなよ書くなよトロさんの最終戦どうなる、入賞権は書くなよ書くなよ太郎書くなよ、じゃ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 、分かってるよ、空気読んでるよ、書いてません、クルーザーの上にクルーザーこれクルーザーですよ、どう見てもマリーナじゃないですか、何の窓かなと思って、これ水ですよ、これ水ですよ、飛行機の窓かと思いました、クルーザーですよ、うん、クルーザー の, あのお尻の ところにあの通常ほらソファーとかあるところに入賞券が、ね、出てて、入賞券クルーザーなんだ今回そう、クルーザークルーザーですそう、だからもう入賞券安回りになってんの、そう、入れなかった人たち、おちょっと待ってくれ水に浮いてんぞみたいなどうやって入んだよみたいなだからこれ入賞券に入れなかった、入れなかった、入れなかった、アルピーヌ入れないんだ、そうです、もうこれもう10人10台いるんですよ、あ、うん、パンパンなんです、パンパンで、こぼれてるところに、うん、そうアルピーヌは2台いて、なんとメルセデスも本当だ、はい、1台いて、アストンも1台、さあ誰がいるんでしょうって書いてないよ、書いてないよ、だからトップ5以外で2台入ってる、トップ6以外、はい、メルセデスすらこぼれてしまうっていうね、うん、だからさっきアルピーヌが早いって言うからえっ、と思って、うん、こっちはこぼれてんだよアルピーヌ2台ともっていう中にいるのは誰だって、それ予想するのがお前の仕事だろうっていう逆逆ってまあそれね、皆さん、ね、予想させるっていう、うん、そうそう、誰がどんな10人がねここにいるのかっていうね、だから角田とホニャルド書いてないけど実書いてるのと同じじゃん、これこいつやりやがったなっていう、それ言っちゃダメだって書いてないんだから書かないでって言ってそう、だから書いてないですよ書いてないですよって新しい法の抜け穴を見出してきた、グレーゾーンを、次グレーゾーンをちょっと来シーズンに向けてルール改定しとかないといけないね、これはい、続いてプロのチューダントップいきますよね、はい、チューダントップはチューダントップはマックスの次でゴールをするドライバーのことであるじゃじゃーん、トリスー、あー、そういうことね、まあ、さっき言ってしまいましたけど ね、まあ、ちょっとね、中段ルクレールと書いてあったら話がおかしいそうですね、いや、まあ難しいんですよ、だからルクレールも予選では上に行くと思うんで、うんうんうん、
ただほら最近ちょっとやっぱノリスはその車がいい悪いとはちょっと別次元のね、うん、もう今乗っちゃってるからね、ドライバーとして上に来てるところはかなりあるんで、うん、まあ、タイピアストリーで見てもね、うん、実際速かったりするん で、うん、で一発も速いし、あとタイヤマネジメントもうまいっていうところがあるんで、まあ、そういうところ含めて車の性能だけじゃなくて上に来ちゃうかな。だからマクラーレンとしてやっぱり低速コーナーまだそんな悪くなくなってかなり来てるんで、総合力っていうところが高まってきてますけど、まあ、それでもそんな低速域強いわけじゃないって考えると、まあアブダビのセクター3なんかめっちゃ厳しいと思うんですよね。でもそこをなんかなんでこの速さで走れちゃうのっていうのを出してくるのが今のノリノリノリスなんで、まあちょっと理屈では説明できないような速さで、まあ、なんだかんだで中団トップ、下手したらこれだから中団トップと言いつつもそのトップフェルスタッペンとの差が今すごい小さくなってきてるんでね、1周コンマ1秒とかですからね、この辺サンパウログランプリなんかも、そういうところにいる。だから上になんかちょっとフェルスタッペンあれば、これ逆転しちゃいますから、そこにいることは確かなんですよね。だからもう一方でピアストリも、そのフライアウェイサーキットアメリカズとかメキシコとか、ね、サンポーロとかこの辺は経験値がないから苦労していましたけど、まあ、アブダビはもう F2 でももちろんバリバリ走ってるし、はいはい、F1 のテストも走ってるから、F1 マシンでの走行距離って見ると結構ここが一番多いかもしれないっていうぐらい多いんで、まあ、そう考えるとここでピアストリーにちゃんと差をつけることノリスから言うと、っていうのが結構大きなポイントになるんじゃないか。ここは多分その終盤戦ほど簡単にピアストリーに差はつけられないと思うんで、ここでもしっかりと差を見せつけておくっていうことが、ここでもしピアストリーが、ね、2位とか3位来ちゃったらちょっと面目また潰れちゃいますから、鈴鹿とかカタールみたいな、そうならないようにノリスとしてはここで一発かましとかなきゃいけないなっていうね、なるほどとこですね。来年に向けてチームリーダーとしてね、はい、それでは太郎さんの中団トップマイル、太郎さんのアブダビ中団トップはもう最終戦だからいいよねールールルルールルと見せかけて皆さんお待たせしましたーシャープ16ルルルルルルル見せかけてないもう予選だけ予選だけってこう散々言われてきたんで、予選番長もう最後ぐらいは、はい、レースも改装しますぜっていうことででも中団トップ中団トップですよ優勝はしない優勝はできないです優勝はできないです。もしかしたらじゃあ優勝するかもしれない、こういうふうに言われてるってことは、そう最後は俺あれって今回垂れないね、急になぜかそうなんで、こう間違えたさルルールになっちゃうルルルじゃなくてルル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 棒の位置間違えた、この間違いがね、こうちょっと間違えた時に限ってなんかやらかすパターンがルルールということでルルール中団トップでございます。理由全然ない理由何もない理由ね、最後だから最後だからっていう理由にならないでしょだから予選も2位とか、ね、はい、いいところから出て、はい、うん、で最後そのまま2位ってことですよね、中団トップです、はい、まあそういかないんでしょうねきっとね、何かが起きちゃうんですよ ね、 きっとね、なぜかわからない、なぜかわからない、なぜか不運がっていう、なぜ僕はこんなに不運なんだ、そう、ね、意外に今年 ルクレール選手とは相性がいいんですけど、帰った時のやらかし具合が半端ねえんでねはい、プロの注目ポイントいきますよ、はい、最終戦の注目ポイントはどこだ、誰だ、プロの注目ポイント、じゃじゃーん、ノード VPN、 またまたノード VPN さんからご提供いただきました。国内移動の際、飛行機や新幹線に乗って無料 Wi-Fi を使うことありますよね。よく見るとこんな風に書いてあります。そうです、公共の Wi-Fi サービスは同じ回線に接続している人に通信を傍受されるリスクがあるんです。なのでパスワードを入力したりクレジットカードで決済したりといった通信は絶対に NG です。そういう時に NordVPN を使えばコンピューターから Wi-Fi へ送る通信内容を暗号化して世界各国にある NordVPN のサーバーまで安全に運んでくれます。旅の多い私ヨネアンもいつも利用させていただいてます。高速サーバーを使っているので
速度の低下がほとんどないのもいいとこですよね。そんなノード VPN さんから特別オファーをいただいております。 F1 ライフチャンネルのオリジナルクーポンコード F1 ライフを入力すると2年プランが大幅割引になり30日間の返金保証付きです。この機会にぜひ概要欄のリンクから詳細をチェックしてみてください。はい、ということでね、ノード VPN も最終戦も注目していきます。ね、はい、まあ、重要ですからね。はい、はい、まあ、旅に出る方はぜひぜひご利用ください。はい、というわけでプロの注目ポイントもう一つ行きましょう。プロの注目ポイントはもちろんこれ、あれれランキング2位。すっかり忘れておりました。よかった、まだ終わってないんだねよかった、忘れてたってすごいいいことですね、うん、勝手に忘れてました、はい、久しぶりに書きました。多分視聴者の方も忘れてた、ね、なんでアリーナの今週はね、久しぶりにね、はい、アイルが走りますので、うん、はい、まあ、ランキング今3位ですから、トッププルシエルが191点で、2位ベスティが166点で、3位が岩佐くんで152点ということで、まあ、トッププルシエルは39点差なんで、一応あのレース週末 F2 で今フルで取ると39点取れるんですけど、まあ、もちろんフィーチャーレース優勝、スプリントレース優勝でポールポジション2点で、それぞれのレースのファステストラップ1点ずつ取って39点だから、だから全部取ってなおかつプルシェルが0点だったら岩瀬くんチャンピオンですけど、まあそれはほぼ無理なんで、まあ、それは本人も分かってるんで、まあ、そういうことは狙わずに、まあ、もちろんあの今のレースフォーマットから言うと全部スプリントも優勝してフィーチャーも優勝はまあほぼ無理ですからね、リバースで勝ってモンちゃんも勝つっていうのは、なので、まあ、そういうことはちょっと欲はかかずにランキング2位を狙って、まあ、14点差のベスティを逆転するっていうことをね、まあ、なんとか相手より14点多く取ろうじゃなくて、まあ、とにかくフィーチャーレースで優勝すれば25点入るわけですから、で相手がもしかしたらね普通に例えば3位だったとしたらそこで10点も差がついちゃうわけですから、うん、まあ、あとはスプリントでうまく取ればっていうのもまあ見えてくるんで、とにかくフィーチャーレースで勝つっていうことがまず第一っていうのはまあ本人もよく分かってる。まあ、去年実際それでポールトゥーインしてますからね、あのポールは取って決勝は結構ドゥルゴビッチから疲れてなんとか抑え切ってっていう、でもまあそれは非常にうまく抑え切って勝ったんで、まあ、本人の中でもすごくいい天気になったっていうね、そのなんかレースを戦う強さみたいなものをね手に入れたっていうレースだったんで、まあ、今年もうまく、まあ、去年ほどうまくはいかないっていうか、去年すごいダムス良かったけど、今年は多分他のチームももっと良くなってくるはずなんで、去年みたいに楽にポールを取れるわけじゃないと思いますけど、まあ、今まで他のレースも去年良かったけど今年はっていうところ結構あるんで、まあ、そんな簡単にはいかないでしょうけど、まあ、そこはなんとかこのオフのっていうかね、モンザの後ずっとレースなかった期間いろいろとやってきてると思うんで、まあ、そこはしっかりとやっていただいて、でランキング5位以上に入ればスーパーライセンス取れますから、まあ来年ねどうなるか分かんないけど、一応この最終戦の結果次第ではやっぱりちょっと変わってくる。これライセンスもし本当取れなかったらどうしようもないんで、はい、ライセンスどんな形であれ取れてますよって持ってますよってなれば、またそれはねレッドブル側の扱いっていうのは変わってくるんで、まあランキング5位以上、まあできれば本人言ってるようにランキング2位いい走りしたねっていうのでね、スーパーライセンスも取れてっていうのが一番いいかなと思うんですけど、まあ、一応後ろがドゥーハン138、マルタン131、ベアマン130、結構まあつながってるん でフィットバルディ116まで一応逆転のチャンスは、まあ、フィットバルディはなかなかないんで6位以内の確定なんですけど、岩佐くんがフィーチャーレースでやらかしてノーポイントとかになって、で後ろのドゥーハン、マルタン、ベアマンが全員いいポイント取っちゃうと、本当逆転されて6位って可能性もあるんで、そうするとスーパーライセンス取れなくなっちゃうから、まあ、フィーチャーレースはしっかりやっぱり戦わないと、っていうかまあ予選で本当に全然今回遅いねとかだっちゃうと10何位スタートとかになるとちょっと厳しいんで、まあそんなだから安心もしてられないっていうちょっとドキドキも緊張感もありつつの、まあレース週末ですけど、まあ基本的にはこれが F2 で最後のレースになるでしょうから、しっかりと戦っていただいてね、悔いのないように、まあそんな簡単な週末にはならないと思いますけど、
まあ、いいですみたいですよね、久しぶりにね。うん、タロさん興味ない、ね、終わりました、あ終わりました、はいはい、すいません、全然興味ない話してしまいまして、すいません本当に全く、ね、すいません、タロさん今、ね、集中力が切れてました、すいません、大変失礼いたしました、誰かよくわからない人の話をしてしまって申し訳ないです、タロさんには。はい、じゃあということでタロさんの今シーズン最後の注目ポイントマイル、タロさんの注目ポイントは大混戦、これが入賞圏の中にいる人たちこれ3位争いです。え、数が合います、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 合います合います合います合ってます2位がいない2位はルークレールですから、あそうか、はい、1位はまだ発表してないですもうここにいないってことでしょルークレールも除外してます、はい、で1位も書いてません、はいさあ一体誰が優勝するんでしょうか、違いますね、だから注目ポイントですから、これ注目ポイントとか入賞権なんですだからこのもうだから3位争いがもうすごいってことですよ、誰が3位とは言ってないですよ、うん、だからね、そう、もう、もうそれぐらいもう誰が3位になってもおかしくないっていうね、うん、それぐらいもうもう目が離せないっていうレースになりますんで、うん、ちょっとトイレ行ってる間でもう順位勝っちゃいますそういう意味なんですか、はい、大混戦って大混戦ですよ、はい、ちょっとなんか一度変なの言いますけどね、クラシックカーみたいなのありますけどフォーミュラいいじゃないですかそれそう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 、なんかいっぱい書いてたらなんかちょっと手元がおかしくなっちゃった、おかしくなっちゃった、はい、ということでデジタルト崩壊みたいな、ちょっと、うん、間違いなくいると思いますいると思いますまあまあそれぐらい最後楽しいですよってレースがね、はい、あ、うん、あれなんか、え、なんかおかしいなんかこうルール違反がなんか2件ほど、うん、レギュレーション違反が書いてはいけなかったんじゃなかったかな、いやいやいや書いてない、見えてない見えてない昔も入ってないですよ、そうそう、ま、紛れてますから、はい、はい、ということで、ハミルトンとかいないんですね、3位争いが、気づかれたかはい、ということでございますじゃあ、もういいですか今日は、もういいですかいいですか、うん、もうだってもうさっきの見たらもう誰が優勝かも分かるだろうしいやまあでもどっちか分かんないですよね、うん、2個いないわけですから、そうね、うん、うん、どっちかがだからこれ表の予想で、うん、もう1個は裏の予想ってことじゃないですか、あーなるほど、うん、それとも裏の予想また別の人がいるのかな、まあそれは全部知りたい方はね、メンバーシップ入って言ったらメンバーシップ入んなくても思わぬ予想出てくるからもう分かるってで表の予想どうせあれでしょうあー画面暗くなってきたさあということで表の予想もこれもうメンバー限定にしようか今回慌てない予想最終戦タコさんが応援する予想じゃないよ、応援だ、優勝よっしゃピピ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 ピ頑張れ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 いっちゃうよ、優勝はこの人待ってたぞ、じゃじゃーんじゃじゃーんじゃじゃーん、シャンピオン中よ、はい、2年連続無勝利決定いえいえ、2年連続、ね、未勝利などありえんっていうね、2年連続未勝利決定、あ、私は帰ってきたーって最後の望みが絶たれたもう見たいじゃんこれ、だから書かないでって見なかったから書かないで応援とまで言ってしまいましたしね、はっきりともう応援ですよ、もう本当に、うん、いや来ますきっと
何が根拠なんですか。だから来ますよじゃなくて予想なんですから来る理由を言ってください。理由は夢に出た。枕元にハミルトンが立ってた。ダメじゃん、枕元に立ったら死んでるじゃん。あ、そうだったっけ。枕元に立ったら。あ、そうなのか。まあ最後すごいの見せてくれますよ、ハミルトンが。まあここのところちょっとポンコツじゃないですか、メルセデスも。そうですね、うん、だからちょ最後ちょっと意地を見せてくれないと。だから優勝予想って書かれたからすごい稲園の失速だったんじゃないですか。ちょっと最近調子良くなってきて、そうだね、ちょっと優勝争いに絡み始めてたのに。確かに確かに、急に失速したんですよ。サンパウロで、うん、確かに。2位と来てたのに、うん、まあ、それでもちょっと最終戦なんでちょっと応援させていただきました。はい、終わった。ハミルトン選手頑張ってください。ハミルトンだけ眉毛があんな釣り眉毛なんだけどね。一応太郎さんが書くハミルトンはこうですよってね、一貫性があるんですよ。やりましたよハミルトン。やりましたとかやってしまいましたね。あ、どっちにでもやってしまいましたね。はい、まあまあしょうがないですね。まあ泣いても笑っても最終戦ですから、これでいい結果であれば気持ちよく終わってね、オフシーズン遅れますし、まあファンの人たちからするとふざけんなというね、太郎ふざけんだっていう声がまたこれ渦巻くんじゃないかなと。まあアルファタワリもまあ2台揃ってノーポイントですか。いや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 、ということで残念な。ちょっと来年に向けてはね、この結果を受けて、また太郎レギュレーションまた改定がね、太郎ノートのレギュレーションが改定される可能性はありますね。はい、まあ、そんな感じなんでアブダビグランプリを、まあ、ちょっと夜遅い時間に今回なってしまいますけど、またね。あ、違うの、また、はい、現地は17時かな、スタート決勝が。いつもはいつも夜遅いの。はい、アブダビグランプリとしては同じですよ。同じね。ああ、そういうこと、ね。アブダビの、はい、アブダビグランプリ、まあ、トワイライトレースですから、うん、現地多分5時スタートのはずですけども、うん、まあ、日本だとちょっと楽しむのは遅い時間になりますが、まあまあ最終戦なんでね。まあ、最終戦ですからね。そこはまあ、うん、あの後のことは考えずに楽しんで、うん、まあ、F2 も含めてね、楽しんでいただければと。忙しいね、見る人。忙しいです。ちょっと取材する側も久しぶりなんでね、うん、F2 あると。サポートレースないと本当楽だったんですけど、うん、サポートレースあるとね、そうね、しばらくサポートレースかなかったからね。見る時間も必要だし、取材する時間も必要だし、書く時間も必要なんで、結構大変なんですよね。うん、ああ、なるほど。じゃあまた中東だから、豆を食べるしかないのか。豆って何ですか。中東イコール豆じゃないでしょ。ま、あれ、豆を潰した。ひよこ豆ね。ひよこ豆ね。はい。フムスね。フムス。なんかそれぐらいしかない。フムスってもうなんか前菜のこういうやつなのに、それを要するに日本グランプリだったらやっぱおしんこ食べなきゃダメですねって言ってみたと思うんですけどね。あ、そういうことね、うん、それ主食じゃねえぞおめえってやつね。主食じゃないですね。まあ美味しいですけどね、うん、他になんかあった、うん、普通にケバブとか、あ、ビリヤニとか、はい、まあ、最近ビリヤニも結構、まあ、アブダビアラブ料理じゃなくてインド系の料理屋さん、うん、でもね、インドパキスタン料理系のとこでもあのビリヤニありますから、まあ、それで食べてもまあ似たような感じではあるんで、うん、雰囲気としては楽しめるかなっていう感じですけどね。うーん、ビリヤニ美味しいですよね。どんなやつ。え、ビリヤニってどんなやつ。炊き込みご飯みたいな。ああ、はい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 。中に、まあ、鶏肉だったりなんかラムだったりいろいろ何が入ってるか選べますけど。なるほど。じゃあ鶏釜飯をやればいいんだね。日本だと炊飯器でだいぶ違う。だいぶ違う。だいぶお米自体があの細長いね、こういうモサモサっとした、うん、あれはあれで美味しいですけどね。ちょっとふわっと塩味つけて食べる。まあ、だからそうするともそういう専門のレストランじゃないとないよね。そうですね。うん、まあそんなのカプサイというかね、中東だと。イメージして、うん、何かね、食材用意していただければ。はい。じゃあ、まあ、シャヤクドネルケバブでもね。ああ、はい、ですけど、ちょっと違いますけどね。うん、そんな感じですか。はい、はい、ということで泣いても笑っても最終戦アブダビグランプリへどうぞ皆さんお気をつけていってらっしゃい。